えー、ゲームを作るんですがピクセルというやつで作っていきますで作るやつを決めましたえっ、ー、とパズドラの下のパズル画面パズルのところだけ切り出して作るというのをやってみますまあそんなに難しくないはずなんで <laughs>、えー、作っていこうと思いますで まずは、えー、今回は、今回もなんですけど、ビジュアルスタジオコードでコードは書きます。おっと、他のが起動してしまった。えー、っと、先ほど前回作ったやつがこれなので、えー、これで開いて、 でテストパイはよいしょちょっとうん Python のエクステンションが入ってないんで一旦インストールしますリロードはいオッケーそしたら、えー、フォルダを作ってえっ、ー、とパーツ ハズドラあってかはいまあいいやメインパイっていうのを作ってここに書いていこうと思いますで書き方が2種類あっておすすめされてる方に一旦直したいと思いますこれこないだ書いたんですけどクラスにした方がいいとおっしゃっているのでクラスにしときましょうはい、はい、まあ大した変わりはないですね で、こいつで、えっ、ー、と、パズドラ入って、Python のメイン。はい。これ実行すると、おーっと。OK、OK。はい。えっ、ー、と、いいですね。アップデートで、うん、うん。繰り返すという感じですね。はい。OK、じゃあ、 まあ画面をとりあえずパズルがバッと並んでる画面を作っていきたいですね。で、イメージエターで最終的には画像を作りたいんですけど、とりあえず、うん丸かなんかを書いて書けるはずなので、えっ、ー、と、ちょっとやってみます。うーんと、どうやんだろうな。やった。API のリファレンスがあって、 で大きさが5050、まあ、50あ,あればよくてパズドラって横6くらいまあ 666×6 でやってみますか 6×6 でやって50だからえっ、ー、と 6×50 と 6×50 としてえっ、ー、と画面を初期化してあげて でピクセルランするとでここに書いてかできないのか、えー、と変数はないのでアップデートは何もなしですねえっ、ー、とドローがまあとりあえずはいいかはいでクリアスクリーンしてレクトじゃなくてサークルとかあんのかなうーんと レクト学系なんで、えー、サークですねこれで半径 R カーラーが XY に表示するというふうになってるのではい 4I in レンジ 64X じゃないねえっ、ー、と x と y にしてレンジ6とはいで、えー、ここがなんだっけサークルがはいうっと,っと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 。サーク B?xy サーク B は輪郭線かえっ、ー、とサークですね xyr カラーはいはいと xyr カラーなんで x かける二十五 y かけあ二十五二十五じゃないかうんとこれ真ん中なんのかなまあいいや x かける x かける五十0たす二十五 x y かける 50 25で R が25でカラーがカラーは何これカラーはえー、っとちょっと待ったカラーはどうやって指定すんの うーんと、これ、レクトで、10、1十20、2この11が色っぽいですね。これか。うーんと、じゃあ、12で。12。はい。これで、おっと、スクリーンサイズは、 えっと255以上にしてくださいえ五5630だよあれうんあれそんなちっちゃかったっけあ百256がマックスサイズなんだえっ、ー、とあ本当だ じゃあ2 5 0二百五十かけ× 2 5 0にしときますかそしたらえっ、ー、とセルフえっ、ー、と R イコール R じゃねえなえっ、ー、と S イコール2 5 0る6 ということにしといてはいはいと引くに引く割るにうん見づらいけどはいこれで、うんオブジェクト s n、うん n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  o アトリビューすィ SSRJ ああと、んセルフ S、セルフ S、セルフ S。おおああ、ごめんなさい。ここでやったらダメだ。はい。はい。おっと、でかいぞ。全然でかくなっちゃったのは、これですね。えー、っと、これですね。セルフ s 割る2はい。 えっと、分かりにくいから R で、R をこれだということにして、R、R, R、R と。で、S をセルフ S に入れとくと。これがサイズですね。サイズ。はい。 これで、はい、できたと。はい、いいんじゃないでしょうか。で、これで 6×6 のマス目はできたんで、これをヒュヒュッとヒュヒュッと動かして、あと、パズドラは、6色ですかね。えっ、ー、と、赤と黄色と緑と紫と青とピンクだったと思うので、色を変えてあげて、マウス操作でヒュヒュッと動かして、 で消えて落ちて消えてっていう連鎖ができてまあそれを表示するっていうところは辺まで作っていこうと思います。はいということでまあ画面が出ましたというところまでやりました。はい、次回は動きをつけていこうと,思い,ますということで今回は以上次回お楽しみに